はい、こんにちは、チェチェチェです。カプコンチャンネルにて第2弾無料大型アップデートの詳細が発表されました。アップデート日は12月の5日の木曜日。追加モンスターはジンオーガアシュと新モンスターです。新モンスターの方は開発陣の方が誰だとおっしゃっていたので、完全新規のモンスターではないと思うんですよね。予想なんですけど、ゼノジーバの生態、もしくはアシュ、または尻尾が長いのでミラ系の変異種ですかね。ただ頭の形がミラ系とは大きく異なるので、9割型ゼノジーバだと思います。私はマムタロドが来るかと思ってたんですけど、見事に外れました。そしてジンオーガアシュ、ジンオーガアシュは竜属性の技を繰り出してくるモンスターで、一定以上の竜属性エネルギーを溜め込むと竜光まとい状態と呼ばれる形態に移行し、素早い動きと高い火力で攻撃を繰り出してくるモンスターです。ジンオーガアシュの多くの攻撃を食らうと、ハンターの武器の属性や状態異常を無効にする竜やられ状態になってしまいます。ジンオーガアシュは過去作でも強キャラポジションだったんで、非常に戦いがいがあるモンスターになると思います。そして導きの地に氷雪地帯が追加されます。今まで導きの地にいなかったベリオロスなどもここで実装されるかと思います。新規実装のジンオーガアシュも氷雪地帯に実装されるかと思います。これらのアップデート第2弾のさらなる詳細は12月4日カプコンチャンネルにて投稿されるデベロッパーズダイアリーボリューム4で公開され、さらにアップデート後の12月6日デベロッパーズダイアリーボリューム5でより詳しい情報が開示されるとのことです。これらの内容も当日動画にまとめる予定です。実装した後にわざわざ説明が必要とのことなので、もしかすると新モンスターはちょっと特殊な狩り方をする必要があるかもしれません。これももしかするとなんですけど、上位の鑑定武器の救済がここで来るかもしれません。第2弾アップデートの内容は以上なんですが、12月中にアステラ祭りが開催され、開催期間中に入手できる特別衣装重ね着装備の見た目が発表されました。このアステラ祭りに合わせてホライゾンゼロドーンのコラボ第2弾もやってくるそうです。日取りはまだ発表されておりません。この衣装めちゃくちゃ可愛いですよね。チャイナ風で私に刺さります。アステラ祭りが来たらいち早くゲットしたいと思います。ということで今回は第2弾無料大型アップデートなどの詳細でした。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。